打っていくしかないな。どうなってる？こっからの、あ、登れた。よし。よし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 。いいね、いいね、いいね。で、こっからさらにどうするかな。ブロックを。いいじゃん、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 いいじゃん。来た来た来た。てる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 。てるるるーん。命の食い物。別のゲームじゃねえか、それは。あ、やばい。夜になり始めてる。いていていて、すげえな。うわ、結構続いてるけど夜が怖いな。あ、まあでもキメラの翼があるか。これで帰れるんだよね。よし、大丈夫なら大丈夫。進もう。どうしよっかな。なんかここら、あの、そこの、あそこじゃわかんないか。松明があるところがある。行ってみよう。よいしょ、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 よいしょ。お、すげえ。狼の遠吠えみたいなのが聞こえる。しっぽいな。よいしょ、落下ダメージがありそうで怖い。ほらほらほら、松明が。なんだここ、壺がある。え、何にもないな。うわ、すごい、結構暗いな、これ。結構暗くなるな。あー、ここ何もないのか。あそこにも松明がありますな。なんかあそこにいない？まずは松明のとこに行こうか。こっちの右の方。寝てるよ、スライム。これ夜安全じゃね？いったここか。うわ、なんか来てる。なんか追いかけてきてた。特に何もない。これ下になんかあるとかかな。うわ、なんか来た。追いかけてきた。やばい、死ぬ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 。なんかうまく戦いのコツとかないのかな。バックアタックみたいのができるとね。ちょっと判定は右か。こうやってね、うまくダメージ与えられるといいんだけど。はい、ここは何もない。なんかいるような気がするんだけど、気のせい。ちょっと行ってみますか。え、やっぱいるよ。ドラゴンじゃね？ちょ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 、ドラゴンだ。待てよ、ならばドラゴンを倒して終わりにしよう。だからとりあえずまず回復アイテムをゲットします。はい、それではドラゴンに挑戦したいと思います。寝てるところをぶん殴るというね。行くぜ。おうわぁ、起きろや、この野郎。行って。え、ちょっと待った。え、ちょっと待った、ちょっと待った。当たっただけでダメージ受けんの、これ。皇居まだ倒れる時ではありません。失ったものは倒れた場所でも取り戻せるでしょう。さあ、目をお開けなさい。皇居は復活した。あれ、どっちだっけ。
あれ方角忘れちゃった。あれ方角どっちだっけ。やばじゃあどうすればいいんだこれ。どうすればいいんだこれ。ゼロなんだけど。行って。うわ。ちょっと待った、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 ちょっと待った。うわ。マジか、マジか、マジか。どうすればいいんだこれ。ほら、ゼロなんだけど。危ねえ。ちょっときつくないこれ。なんだこれ、どうすればいいんだ。ほら、嘘、頭もゼロ。あ、ボロの服が壊れた。危ねえ。弱点とかあるのかな。嘘、当たるだけダメージ受ける。あ、裸になった。嘘。何これ、どうすればいいんだ。あ、傷薬なくなった。危ない。うわー、死ぬ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 。はい、それでは傷薬大量に作りました。なんと53個です。これだけあればいけるだろう。では行きます、リベンジ。よっしゃー。いって、いきなり食らったー、いきなり食らったよー。おら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 、うしゃうしゃうしゃ。いて、勝つぜ、勝ちに行くぜ。あ、ドラゴンの体力、ドラゴンの上に、あ、間違えた。分かった、ちょっと分かったことがある。いて、ドラゴンの顔の横あたりに立って、こっち側を正面を向くようにちょっと移動して溜めたら火炎放射で、顔を移動させないで炎症を始めたら回転攻撃。いいって、スライム。火炎放射当たんね。クソ、火炎放射やってるうちもダメージ与えられたら。回転、火炎放射、回転ね、火炎放射。
くれた、くれた。あれ、いいぞいいぞ。おれ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 、怖いね。来た、行け。来た来た来た。これ運だね。もうこのレベルで勝つスピードを競うとしたら、やばい。月曜日はあるのさ。まだか。体力見たいけど見えない。見るとまたリズム崩れそうです。今だ。おお、結構削れてる。いいね、いいね。いけ、やばい。入った。鼻がかゆい。あー、勝てるな、これ。おっしゃー。やばい、空振り。空振り。なんか、当たるだけダメージ受けるからね、あんま近づきすぎないし。近づきすぎるわけにもいかないしね。ギリギリのラインになってるけど。よし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 、いいねいいねいいね。あとちょっと、あっちょい、わお。うら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 、あとちょい、あとちょい。たまに混乱する。次なんだっけ。あ、やばい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 、やばい、ちょっと油断した、思いっきり油断した。慣れって怖いな、ちょっと緊張感がなくなってくる。よしよしよし、もう攻撃が通ってる。火炎放射も強えな。あぶね、来た来た。カン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 。おっ、やったー。ルル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 、初めてくつろぎソファ。おお、チャ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 。これでもう思い残すことはない感じかな。最後にソファーを置いてみよう。ピリンとのお部屋に置いてみようか。ここだね。いやー、傷薬結構余ったな。すげえ、お、ソファすげえ。これはマイクラになる感じだね。え、でかい。でけえ、ドガーンだ。ドガーンだって。いいね、これ。はい、というわけでね、無事ソファーも置けて、ドラゴンも倒して、ということで、体験版はとりあえずここら辺で終わりっぽいので、うん。これで終わりたいと思います。結構面白いので、ぜひぜひ気になったって方はね、体験版やってみるもよし、ゲームの方をね買ってみるもよし、ぜひぜひ面白いのでやってみてください。それではご視聴ありがとうございました。またね、バイ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 。